い、どうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。このチャンネルでは、アスター・タタリクス、そして、セイント・セイヤ・レジェンド・オブ・ジャスティス、こちらの動画、攻略動画などを、出しておりますので、ぜひね、他の動画もご覧ください。はい、というわけでね、アスタタやっていきたいと思います。アスタタね、やっぱイベントが来ると、その AP チャージをね、いっぱい配ってくれるから、まあ、いっぱいやれることができてね、めちゃめちゃ楽しいですね。で、今、僕はね、ために貯めて、これから、弾けて混ざれと、言わんばかりに、ゴアタをね、濃密な時間を使ってやっていこうかなと。凝縮して、うーっつって、この短い時間に、うーってこう、絞り出す、こう、最高のね、エキスをね、作りながら戦っていこうかなと思います。まあ、要はね、まだ一回しかやってないっていうことです。はい。初日動画作った時に一回しかやってないっていう。まあね、あと一日ちょっとぐらいなんでね。うん。動画でね、攻略動画、スコアタで5万スコア出せますっていう、出す編成みたいな動画ね、出してくれてる人もいるんでね。ぜひね、そちらの方を見てね、5万点みんなで出しましょう。はい。僕も出します。今んところそのスコアタの、なんだろう、こう、ランキングとか見てると、あ、今回は、あれちょっとやばいぞ、これ。1位やばくねえか。今回は結構ね、前回と比べると、やっぱプレイされてる方の数というか、頑張ってる、一回、この人一回じゃないな、プレイ。みたいな感じの雰囲気っていうのは結構出てますね。前回は結構上の方でも、2万点ぐらいのスコアがあったんで、まあ、僕も2万5千点、2万2、3千点ぐらい出せば、とりあえず OK ですよ、みたいな話して確かやったんですけど、まあ大体の人がそんぐらいでしたね。まあ時間かかるっていうのもあったっちゃあったと思うんですけどね。まあ今ぐらいのスピードで終わるんであればみんな頑張ってやりますよっていうことなんでしょうね。だって100位まで6万超えてますからね。だって5万点でいいわけですよ、マックス。200位以内の方はもうフルコンプしてるわけですよね。まあ素晴らしい状況ですよね。まあ結構ツイッターでまあリプとかよく見かけるんですけど、最近はね、ネガティブっぽいツイートとかはね、あんま見かけなくなりましたね。まあ、僕の見えてる範囲でっていうところなんですけども。星はね、今回、今月、1月から2月頭までのこう更新で変わったのかなっていうふうに思ってます。僕が見てる範囲っていうのは、急に人が入れ替わったりとかしないんで、同じ人がっていうことでもありますんでね。うん。そこはね、いいところだけ見てるとかっていうわけではないんで、そこはまあ、安心してください。しかし、この1位の人どうなってんだろうね。ちょっと見ますか。ヨダメージスコア、12,494。ちょっと2位の人とか見れないのか。どんなもんなんだろうね、ヨダメージスコア。でもね、ヨダメージスコアってあれだよね。確か攻撃を与えた総量とかで決まるやつだよね。違ったっけ？ちょっと詳しいあれはわかんないけど、どう考えてもここら辺はカンストだもんな。あ、どうなんだろう、これ。わかんないな。最大ダメージ5万1000。と、計算方法はわかんないから、ちょっとわかんないけど。もし9万とか出せんだったらすごいね。2位の人と3万点ぐらい差あるもんね。怖っ。というわけでね、スコアタ、あと1日ちょっとなんでね、みんな、頑張ってプレイしていきましょう。もらえる報酬ね、5万点まで行くと、めちゃめちゃ、リボンスクロールとアベイクストーンもらえるんでね。まあ、きっと今、皆さんもね、リボンストーンじゃない。合わされちゃった。スクロールと、アベイクストーンね、足りないと思うんでね。僕、ちょっとエクセリア育ててる途中で亡くなりましたね。それで、ちょっと一生懸命フリークエスト毎日、メダル集めてるんですけど、もうそこももうアベイクストーンしかなくなっちゃったりとかね、してますね。本題行きましょう。アップデートがね、来ますと、明日。明日じゃない、2月8日。新規召喚データ、新規イベントデータ、ということで、まあこの不具合は多分、この前ね、ツイッターで見つけてくださった方がね、いらっしゃるわけですけど、これですね、転生画面の不具合。まあこれが治ると思いますんでね、ありがたや。もう発見して、ああやってね、発見してくれる人がいるから、まあこういう形で、スピード回収が行われてると思うんでね。まあ、ありがたいよね。モチベーション高い人がいるっていうのはやっぱり素晴らしいことだなっていうふうに思いました。まあここで、ポイントになってくるのは、新規召喚、誰やねんというところなんですよね。もうね、さすがにね、つながりはないということはもう、わかってますよ。さすがに。もうね、3回ぐらい想像して、外れてきてるんでね。11月ぐらいから外れてますよね。エレインみたいなところから始まって。今回も、多分、だけど、
多分っていうか、まあ、ほぼ間違いないと思うのが、まあ、ゲシュタルトシフトをしてるキラーズはもう全員登場したんで、あ、まあ、ブルーノが出てないか。ワンチャンあるとしたらブルーノだけど、ないでしょ、多分。おそらくね。だとすると、どういう状況で来るかっていうと、まあ、エレイン、トリスタンと来てるわけですよ。要は、格上げということですよね。キャラクター格上げされますっていうパターンが来るんじゃないかなっていうふうに思いますね。その11月エレインの時は、属性合ってたんだけど、12月で属性が崩れるっていうところが発生して、もうちょっとね、そこら辺が想像つかなくなってきてるわけですけど、ただあれか、1月は合ってたか、光光だったか。だから今回、炎ってことはあり得るか。ただ同じスタイルで同じ属性っていうのはね、きついよね、ぶっちゃけね。ただ、エレインもトリスタンも同じ属性なんだよね。だからここら辺がね、想像しづらくさせてるよね。運営さん。やってくれんな。まあ、でも、アダンってことは多分ないと思いますね。うん、さすがに。アダン出すんだったらマターヤから出そうよっていう。俺のマターヤにゲシュタルトバーストを覚えさせてよっていうところから来るんでね。まあね、ちょっとまあでも、ありそうなのはガウェインかなって思っちゃうんですけどね。炎属性でガウェイン。装備は同じ土で。土と大斧みたいな感じで来たら面白いんじゃないかなっていう。その今土の装備が、星5にはフィエナしかいないじゃないですか。でもフィエナってそこまで力上がんないから、まあでも魔力より力の方が上がるので、まあ力も上げられるんですけど、ゲシュタルトバーストね、ないからね、土で攻撃するゲシュタルトバーストなんて、土でメインで戦うみたいなのはないと思うんですよ。ただまあ土って攻撃力高いから、技さえ上げてあげれば、まあしっかり攻撃当たるし、まあこんなんだからね、こんなんだからきついけど、攻撃当たるし、大ダメージも出せるじゃないですか。武器的にも、巨人族の土だっけ？あれとかは、わけわかんないくらい強いからね。これね、巨人族の潜水か。これが、威力53。で、巨人の怪力で40上がるっていう。まあ、実質93だよね。攻撃力。こんな武器ないからね、他に。レアのグレートハンマーでさえ47いくからね。まあ、命中が低いから、命中だけなんとかしてあげないといけないけど、クリクラのね、クリスマスクエストのやつとか見てると、ガウェインからもう普通に攻撃食らえますからね。そう考えるとね、なくはないよね。いろいろ上がってるの含めると、まあでも同じくらいか。ドラゴンランスが同じぐらい。まあでも、威力上がってるから。まあでもやっぱ、巨人族の潜水が一番高そうですね、攻撃力ね。ここら辺多分全部持ってると思うんで。アキラースピアは持ってないか。だから結構いけそうですよね。今んところガーウェインでもストライカーか。ストライカーはまあ結構力だけじゃなくて技も結構上がるからね。一回だけ50にしただけだけど力も75まで上がってるし。技も70か。上がりやすいのかもしれないね。まあでもタイミング的にはここだよな。で、あとはストーリーでのその重要さ何回言うね。サンルーとともに、まあ、重要な役割を担ってるじゃないですか。これに関してはトリスタンも、やっぱ同じレベルで重要な役割になってたじゃないですか。3章全部出てくるじゃないですか。一応。各ルートに入っても、ずっといる、いなかったとしても、その各ルート入っても途中ぐらいまでは出てくるじゃないですか。だからそう考えるとトリスタンも出てきて、こういう形で昇格してもおかしくなかったんだなとも思えるし、でガウェインに関しては、もうほんと顕著だよね。ニナタンルートを通った方は、まあよくわかると思うんですけど、まあめちゃめちゃ顕著だよね。まあここら辺が昇格してきても、まあ驚かないかなーって感じですかね。どうなんだろうね。王のベルセルクとかになったりするとか。することあるかな。王のメインになって、王土も装備できるみたいな。ベルセルクだっけ？グラディエーター。そうだ、ベルセルクだね。で、王の体験か。王土はないか。でも、王の王土っていうパターンもあるかもしれないね。ティルフィングもベルセルクだよね。確か。水着ティルフィングもね。っていう風に考えると、トリスタンとかもそうだけど、ここに来てね、なんかもう、力こそパワーみたいな、戦士が、まあ、登場してもね。やっぱりいいんじゃないかなって気はするよね。フルチャージとかを存分に活かせるキャラにね。これでだってね、ガウェインが例えば昇格して魔法使いですみたいな。すごい寒いよね、それね。まあこれ、もうガウェイン規定路線みたいになってるけど、まあモル君っていうこともあるよね。まあ人気度で言えば。モル君を心待ちにしてるさ、ツイートとか、やっぱ結構見ますんでね。まあそれもあるだろうし、あとはまあ、新ストーリー始まる前に、まあノワール、が強化されるかはありそうな気がするけどね。
まあ、炎属性。まあ、炎属性じゃないかもしれないけどね。まあ、なんかそこら辺が来るんじゃないかなっていう気はするけどね。まあ、男キャラで来るんじゃないかなっていう気持ちは結構強いですね。モル君と、ガウェインと、あとブルーノかな来るとしたら。一応ゲシュタルトシフト、そうするとゲシュタルトシフトしたキャラは全員登場することになると思うんでね。ここら辺をね、ちょっと僕は想像しておきます。ブルーノの場合は、まあ、エクセリアよろしくで、スキルの内容が変わってるんじゃないかな。で、チャージドライブついてたけど、この、リンドランと同じ、このチャージドライブの上位互換のやつがついてるんじゃないかなっていう気はしますけどね。やっぱね、馬乗ってたらチャージドライブ欲しいよね。だトリスタンは、やっぱ単体火力がちょっとやっぱ高すぎたのかもしれないけど、弓で単体火力あれだけ強いのはまずいよねっていうことでチャージドライブはついてなかったのかなっていうふうには思いますけど。まあガラハットも同じ理由で。正直言ってチャージドライブついてたら全然変わっちゃいますからね。攻撃力が。もうチャージドライブは銀卓騎士団の特権だっていうふうにね、言わせていただきたい。チャージドライブ。1マスごとに攻撃力が5上がると。最大で25マス。5までアップ。あ、5じゃないな。最大で25までアップと。5マスだからいいのか。1マス、2マス、3マス。まあでもまあそんな感じだよね。うん、似たようなもんだね。割り切れないのがちょっとあれだけど。まあ5ずつ5くらい上がるって考えるとね。まあかなり使いやすいよね。25とか上がられたらさ、まあ力148が173でしたみたいな。になりましたみたいな。歩けば歩くほどムキムキになる男たちみたいなね。ちょっといいですよね。まあ、なんかそんな風にちょっと考えるとちょっと楽しいなと。で、ハーフアニバーサリーがその後来るから、28日なんで、で、ハーフアニバーサリーに、まあ、サプライズが来るんじゃないかなって気はしてるんですよね。まあ、これ誰しもが予想することなんで、なんか、さもなんか、俺気づいちゃいましたみたいな言い方して申し訳ないんですけど。まあね、先行実装とかがありえんじゃないかなっていう気はしてますね。1ヶ月前倒しで、まあ、先行実装、レーバテインみたいな感じで、まあ、来たら熱いなって思っちゃいますけどね。うん。レーバテインだったら何属性なんですかね？闇なんですかね？まあ、非常にちょっとそこら辺期待しちゃいますけどね。まあ、最近、そうだね。闇はあり得るか。イゾルデ以来、闇来てないもんね。闇はありそうだね。レーバテインね。もうここまで光押しできたからね。そろそろ対局の存在が現れてもおかしくないもんね。深い炎を送るかな？でも、炎だけ異常に少ないからな。もう炎属性を中心に育ててる人に対してね、敬意を表してほしいですよ、マジで。ほんと。フレンとかね。フレンを両方とも、まあ、1位になるまで育て上げてる人がいるわけじゃないですか。そういう方たちのためにね、炎属性もう一体ぐらい。エクセリアは素晴らしい性能だし、もう一体ぐらいね、星5で実装してほしいですね。今回の。ものでね。はい。というわけで、こんなところにしておきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。